お疲れ、ありがとう。どうなっちゃうの私。だってさ、なんかさあるじゃん、12日にいっぱい喋るだろうし、歌って踊るし、無理、やばいよね。だから歯医者がやってないんです。あ、行ってる歯医者が、そう、予定が合わない。あと、そう、予定が合わない。あ、時間、行ける時間と予約の時間が合えなくて、そう、困ったんですね。お父さん、ありがとう。一回聞いてみようかな。上の歯の後ろの針金が めちゃめちゃ取れちゃってすごい邪魔なんですけど、あー、なんて言うかな、それだけでも言いません。あ、もうこんな気になっちゃって、もう生きた心地がしないもん。いや、痛くはない、気持ち悪いだけ。ということで、北斗さん、ありがとう。まあ、こんな感じで、まあ、料理もねしてたんですけど、あの脂肪燃焼スープがまだ途中で、具材を切っている。てかもうね、やっぱり具材をさ、めちゃめちゃあの一気にさ、やっぱ作るなら一気にじゃないですか。だからもうほんと20人前くらい作るんかってくらいの具材を切ってたわけですよ。くーさん、かわいい、ありがとう。なので、 まだサラダはかサラダは完成したんですけど、そう、で脂肪燃焼スープは明日完成かなって感じなんですけど、とりあえずスープじゃないじゃーん、サラダ、さゆみサラダ、久々に作りました。道重さゆみさんが作っていて、何年前かくらいにそれを知って作ってましたね。懐かしい。あー、もう気になる。はぁ、カカカカカ、ハイガネ、気になる、気になる。お父さん、ファイト、ありがとう。そうで、具材は焼いたウインナーとちくわときゅうりとキャベツとセロリです。はい、だからできない、だから行きたいわ。行けて、行けるもんなら行きたいわ。行けないから行けないんですわ。はい、で味付けはマヨネーズと塩コショウです。うん、そう、食べ、美味しく食べれる気はしません。
歯が。あれもめっちゃ、これもね、もうほんとめちゃめちゃ多く作ってあるんで、あのあれです、大丈夫です。あの材料いっぱいあるんで。いいと思います、美味しそう。まあ食べたんですけどいただきます。まうまそう。もうね、味見いっぱいするんですよ私、だから味見でねいっぱい食べちゃってる。いただきます。あ、歯が、歯っていうか針金が、うん、ま、ありがとう。うん、おいしい。うん、うん、ワンワン。硬いのあると自分の針金噛んだんじゃないかって思っちゃう。うわ、うん、やばい、ハリガニが超邪魔、やばい、なんかいっぱい口にやらない、ハリガニがこうなってきた、どうしよう、待って、本当に、確かに、え、なんて調べ、な、これ、なんていうの、うん、最後の矯正の最後の補定期間、補定期間で、あの針金、いや外せないよ、もう針金をもうめちゃめちゃなんかすごいやつで、もうずっと半年間取れなかったんだよ、だってこうやって歯の裏にくっつけてますよみたいなさ、ニッパーで、確かに本当にね、やばい、食べれない、もう食べれないっていうか、この針金にキュウリが刺さってる気がする。ね、待って、明日無理って一回断られてるんだけどさ、 またちょっともう一回聞いてるけど、ちょっと無理かな、それでも無理だったら本当どうしたらいいかな。自分でどうにかなる問題じゃないよね。ゆうちゃんありがとう。これがすごいね、はい、痛い、痛くはない、嘘つきました、痛くはない邪魔、
気持ち悪い。ワックスって何？うん。飲み聞かありがとう。てか食べれないのが一番ストレスなんだけど。ねえ作ったんですけど。もうじゃあ3あもう喋るよ。あ。なんかねこれ針金だからさこうやってやったのよ。こっち行ってくれんの。いけるかなこうやってやってこっちにやったらこうなってるから悪いんだよね。でもこうやってやったらね逆にこうの形で気持ち悪いのそれはそれで。どうしたらいい？どうしたらいいかな。ね、あれ多分ここからここくらいまで裏でこの矯正がつながってるんだけど、ここからここはまだつながってるの。ここからここが取れたの全部だから結構長い針金がもうね、チューブラリン噛み切れないね。全部ね取れちゃえばいいんだけどね取れないからね。うん、そうで取れたところは取れたところでなんかこれはこっちはね違う、こっちとこっちの種類が違う。こっちの針金はおとなしくしてくれてんだけどこっちがダメだから多分こっちもこっちもこっちこれをビーって取ったらどうなるのかなっていうのは気になってる。どうなるかな。取ったら どうなるかな。取れないかな。うん、無理やりだとね、ダメだもんね。ちょっと、いけるかな。頑張ればいける気がする。ペロでペロでちょっとゆっくり撮ってみてる。のぶゆきくんありがとう。まさかのまたは嬉しい。ありがとう。やめなきゃな。これなんで今撮れたんでしょう。グーさんとうとうありがとう。ゾウさんも本当ありがとう。リクくん後で書きます。うん、どうぞありがとう。ね、気になっちゃう。ええー、嬉しい。ありがとう来てくれて。無理だね。
手抜き正しく、おお、いいね。マジで返信来ない。あみちゃんありがとう、ハート。よしみさんもありがとう。明日いつも担当してくれる、してくれてる先生は明日いないから、そう、明日行ける時間が少し何個か何パターンかあったんだけど、そう、そもそも明日は先生がいないのでっていう感じで一回断られたんです。でも、もうこんな感じになっちゃったので、そう、もうその担当の先生じゃなくてもいいんでっていう気持ちですよね、今は本当に。ね、ちーちゃんありがとう、白にゃんこさんかわいい、ありがとう。じゃあこれ食べれないってこと？なんかすい、まあちょっと味見してたからいいけどさ、ゆっくり食べていいかな、ゆっくり食べれるかな、どうだろう。じゃあ外すのはやめよう、自分で。あ、痛い、噛むのは痛い、噛むと刺さる。ダメだ、ゆっくり食べてもダメだ、噛むとダメだ。奥歯で食べたらいけるかなと思ったけど無理だった。ドロップさんありがとう、あと、おいしい。イライラだね。確かにゼリーか、ダイエットになっちゃうじゃん、いいことだけど。せっかく作ったのにそんなあんま嬉しくないな、今そんなことになっても。めちゃめちゃ歯応えあるものばっかり材料買ってきちゃってるんですけど。ドロップさんハートありがとう。はい、あいちゃんありがとう。ドロップさん誕生日おめでとう、ハッピーバースデー。愛沢先生誕生日、カホも誕生日おめでとう。ね、月見ましたよ、私も。綺麗だったね。ハッピーバー、おめでとう。お父さんパチパチ、ありがとう。ね、指で引っ張りながら。どうにかなんないのかな。
なんかはかかこんなかかかかなんだからはあ、料理もなんないのかな。こっちの針金をこっちのこうなってるのをさ、もうこうやってさ、針金を押さえつけるみたいなさ、できないのかな。すごい邪魔なんだけど、こっち無理だ、届かないわ、ダメでした、届かなかった。そう、あの今、あ、そう、昔からね、なんかさ、かさぶたとかもさ、いじらない方がいいよってさ言われて、分かってるんだけどさ、やめられたことないんだよね。ね、あ、痛いわ、あれがねこれ痛い痛い痛かったね。はあ、痛くないわけないもんな、こんなんでもよちゃんありがとう。てか喋んのも痛い、喋んのも痛いっていうか、喋るたびに針金がこうなるから、あの疲れる、喋るの。レイさんありがとう。これ押さえながらベロで押さえながら喋ればいける。いや、折り曲げようと思ったんだけど、やめた方が良さそうだった。でも私口内はマジでできない、あのこういうやつでは。強制で口内できたことない、私多分。食べ過ぎとかでたまにあるけど、ほぼないので、多分針金で口内はあんまなんないと思うんですけど。そう、あー気になっちゃう、気になっちゃう、うんってなるよね、こう、うん、やっちゃダメって分かってるけど、気になってってなる。なんかこの口内、この口内じゃん、あの針金のさ先端になんか刺しとこうかな食べ物の虫歯になるか、ハイチュウとか刺しとこうかな、柔らかそうな。ね、じゃあさん、ちーちゃんありがとう。うん、連絡も返ってこない。グーさん可愛い、ありがとう。ね、今日寒い。ね、皆既月食。皆既月食って全部真っ暗になること？あむちゃんありがとう。
え、赤いの？すごい、あれみたいだな。あれ？イグリップス？だっけ？あれ、それ違う？なんか、なんだっけ？ビジュプリもだし。そういうこと？ビジュプリってこと？イグリップス、いつもイグリップスって言っちゃう。なんかよくアニメで聞くよね、イグリップスって。ルーさん、いいね、ありがとう。ねえねえ、なんか待って。11月15日の19時からあのネットフリーで やる逃走中の全4話一挙全世界独占配信を見るので、あの何ウォッチパーティーっていうのってウォッチパーティーに参加します。なのでぜひ一緒に見ましょうっていう回。そう、見る方です。ありがとう。これ。逃走中バトルロワイヤル。次としまーす。シーサーさん、ありがとう。でもさ、逃走中とかってさ絶対緊張するよね。多分あの絶対緊張すると思うんだけど、どう思う？あの私鬼ごっことかでも結構ね、もうあのドキドキが止まらなくて結構無理、そういうの弱いんですよね、ドキドキに。シーサーありがとう、ハート。スポーツは苦手ではないけど、そう、鬼ごっこはね苦手な気がする。結構もうね、あんまり振り切れたことないね。急にあってなっちゃうね、うん、だからちょっとあのドキドキ感苦手だし、
見つかって追いかけられたらもう、あ、終わりって思っちゃうところある、結構。だからちょっとね、やばいと思う、心臓。怖いよね、普通に。だって子供の時ですらさ、そう思ってたのにさ、逃走中はあんなハンターですからね。ハンターが追いかけてくるわけだから。吉見さん、ハメちゃんありがとう、てるゆきさんかわいい、ありがとう。だからもう絶対怖いと思う。しかもそれにさ、何かをかけられてるわけじゃん。まあ賞金とかさ、人質解放とかさ、人質っていうの、あれは人質、捕まった人、え？ね、美味しそう。どこでやってんのこれ。アンスタアニメイトカフェ、テーマはフェス。え、めっちゃ美味しそうなんだけど。クレイジービーのハニーマスターボールが美味しそう。え、ラビッツのウサギさんパフェしか勝たんくない、こんな。どこでやってんの。え、かわいい。え、ね、フォーリンラブ、フォーリン、フォーリン、フォーリンラビッツようこそまだらのの、なんか飲み物とおしゃれなカップケーキみたいなやつ、かわいい。コラボレーションドリンクメニューって、え、トゥーヒンク、かわいすぎないこれ。さすがに、よ、アリアドネもいいな、絶対飲みたい。サラダ食べ、全然食べれなかった、あの針金のせいで。あ買えないと。悲しいね。詳細はこちら。うん、ケイドルとかやってましたよ。うん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 、どうだろうね。でも隠れるのは、隠れんぼの方が好きだった。あの走るの疲れるし。鬼ごっこか隠れんぼどっちがいいって言われたら絶対隠れんぼって言ってた。隠れんぼが好きです。じゃあ隠れさせるぜ、ああだって何でや、もっともっと花目あって、あ、前田先生誕生日って祝ってる。リツイートしちゃおう。揺らせ今宵明日、なるのさ、ハニームーンなぜだめよりでんじゃ、愛とくはないんだ、クラクラさせるぜ、ものの枝さえ伸びねや、もっと早いあって、あらんあおどれんあまねくも、なんか何気に11月そんなに仕事ないかなって思ってたんですけど、意外とまた10月よりは忙しくはないと思うんですけど、何気に何気にいろいろある。そう、そして私は掘り起こしもしなきゃいけないのですよ。
12日のイベントの何購入者特典イベントですね。こちらがあれですよ、結構ねえやばいよ。お世話になってありがとう。そうなのでちょっとバタバタって感じです。あとやったことない曲もあるんですね、実は披露する予定、楽しみに。今からプーさんになりがとう、その振り起こしをまずする前にいろいろね準備があるんですけど、それをします。まず立ち位置表の紙、自分がどの曲でどのポジションの人のあの人を覚えるかっていうやつと、あとその一曲一曲の自分の歌割りとポジション表を1個ずつ照らし合わせて、それをピッて線引いたり丸つけたり、何て何番とか5番ここは5番とかやる作業を全曲します。そうまずはそこ第一段階。懐かしい、久しぶりにこれやるな。これ一体何番なんだろうって思う時あるよね。なんか 3.75 か 3.5 かっていう悩み時、なんとなくで 3.2 2。どこにいるんでしょう。えっちゃん、またありがとう。何番？ 3.5次の歌割りのカウント1、2で1に入るというのは、どういうこと、何番。いや後で V 見よう。なめちゃんありがとうね。撮影会お話し会みたいなのに、この2個のシングルを一気にこの日にやるってことなんですよね。あとサイン、私物サイン会もあるし、すごいどういうスケジュールで回るのか私たちも全く把握してない。私は多分他のメンバーもだと思うんですけど、全く把握してないんですけど、皆さんは分かんのかな、何時に何やりますみたいな、どうなんですかね、もう決まってんのかな。4.5。 あ待って違う人が丸つけちゃった。3番。ん、こっち割ってるじゃん。 2.25、 1.75。 まだ編集がない、もう早く歯医者さん、4。あ、
0.25。なければドラマチックだ、やばすぎだろ、倒す気はまいない、いないくらい。ライブ特典、ライブ、あ、そうなんだ。お話し会は？話し会というかグループお話し会みたいな。はい、イエス、ありがとう。いつ？あ、そうなんだ。そう、ブルーロックのオープニング。すこんでろ、うちはもうどうでもいい気持ち、君はどうだ。かつて泣いてした足を回ってしまった。うん、ね、久々に歌聴きたくなっちゃう。カチカチなる。これいつかちゃんと歌えるようになるのが夢。むずいよね。ありがとう。600万ドルの男スティーブ・オースティーン、ありがとう。美味しいタコ。メロディーと身を任せて、全てが正しいこのステージ上、一緒に踊るよ。だって望み通りでちゃう。できなかったなんて忘れない。友達の家にいるよね。それはそう。ないものねだりじゃない、この願い、この時代は痛いかな。で救いを求めていたの、誰も気づいてあげられなかったから、私がやらなきゃ。だからお願い、守れないの、だからやらないよ。世界のラスベストが重要だ、死ぬ空でラスベストに入れられる。うぅ、入れちゃった。うぅ、気のせんの読みじゃない、信じて願った
私から離さない。それだけでいいんじゃないと思います。あとあれ好きだな。逆光。1.9 1.2 1.9 1.2。ドロップさんありがとう、ハムちゃんもありがとう。1.5 1.75。思い出は失うがさどうあいつのために来たのさ、あんたらかじゃないだろう、本当にいた孤独は今だけだが、そして生きていかにを今アクトをぶっ飛ばして、そりゃバッサも報わないやないや。えっちゃんありがとう。わルーキさん嬉しい、ありがとう。頑張ったわーだ、嬉しい。サカリンかわいい、ありがとう。なんやなんやなんや。あとで特製タワー、お料理選抜タワーの紙に書きます。なん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 。太陽に近い赤に彩られていた、そうそうどう。ありがとう、えっちゃんありがとう。に慣れていたでしまった心は分かって、今でも忘れてしまった言葉が焦っている、いかにや。これをねカラオケで本気で歌うのが好き。お母さんありがとう。多分とんでもなくバカでかい声で歌いますね、私の声量がとんでもないので。いかにや、すまして、あやばさも眠くはないやないやないやもないさないさ逆光よ。クーさんかわいい、ありがとう。エルキさんもありがとう。もう光に願った言葉は崩れ下手ってしまったが、何も未練たらしくしている、もう何度も出るのならなんて夢見が苦しいから、もういかにや、アクトを飛ばして、そりゃ愛やのばさもなんやなんやなんやもないさないさ、いかにや、アクトを飛ばして、そりゃ愛やのばさも眠くはないやないなないなもねないさないさ、やこよなんだこれ。0.25。大の中心くらい思いをままなら、はぁミステリーの君のようなハピネス。2.75。なんかずっとのサプライズ。一生聴いてられるよね。面白い。面白いことに。うん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 
叶えようとなまとめられないな、もの願いじゃないこの願い、絶対いるよ。カキリン、はい、いやだ、夏場をさせちゃう、させないさせない、なめほえばおないでいくメロディーと身を任せて、楽しいこのステージじゃ一緒にいたよ、だってのつもりでしょ、あんたん意外なことなんて言わせない、慈悲深くやるって何も止まれない、ないもの願いじゃないこの願い、ないはあなた救いを求めていたな、気づいてあげれなかったから、私がやらなきゃ、だから邪魔しないでお願い、戸惑れないのだ、ロースピードコールを話して、終わりでしょ、気合戦の呼びじゃない、信じて願った私から耳を離さないで、5番何番ですか、5番きっと、北斗さん、うま、よじめさん、ありがとう、バラ、ずっと5番だね、5番、何番でしょう、2番くらいかな、さあ、3、だるま、ありがとう、4番、 0.8、 5番、 0.8、 久々に踊る、これ、あー、やったことないところかな、やったことないとこだ。月、今どうなってんの、月。え、今日寒くない？今日結構いつもより寒い気がするんだけど。え、待って。この曲いつもと全然違うところだし、なんならいつもと新芽なんだけど、どういう新芽でした、嘘、昼寒かった、え、昼も寒かった、なんか日に当たればさ、まださマシじゃない、まだ、あ、でもぜ、あ、どうだろう、昨日よりはまだ寒かったかな、細いオレンジ出てきたってことは、また月が、眠れなくても夜は明ける、僕は眺めている、久々にギブ見たんですよね、あまちゃん入ってありがとう、アニメと映画何回目っていうくらい見てる、リーバイのないロイハーにあん日がさす、ゲイも進む、マジ切ない、泣くよね何回見ても、センスかな、
酒がざかるようなわが漂っていたいな、眠れなくても夜は明ける、僕は寝ている。ハムちゃんありがとう、ラッキーニャン、アイスありがとう。あ、始まってくこと、いなくても生きてゆける。ねえ、僕はねえ寂しい、もうすぐ夜が明ける、夜が明ける。に咲いて秋に来る。えっちゃんありがとう。お、明るくなってきた。しおにゃんこさんありがとう。てるきさん、じじい、ありがとうございます。ね、歌わり細かいね、これ。じゃなくこれからだよって。寝なくても夜は明ける。だってもやがて離れる。にくれて。いなくても生きて。うわー、待って、 この曲もいつもと新名逆。そういうこと多いよね、本当に。できるかなって不安になります、いつも。新名逆、なんか新しいポジション、やったことないポジションとかになるじゃないですか、結構。そんな時でも新芽さえ同じだったら、まあ割といいんですよ、簡単、割と覚えられる。まあ、新芽が逆だとね、本当にね、全部逆、真逆だから、覚えるっていうよりかは覚え直すっていうか、真逆をするってことだから、すごいね、頭がこんがらがっちゃって、体もいつもやり慣れてるほど覚えてるじゃないですか。そうだからね、間違えやすい、そう、間違えやすいんです。だからアイドルってほんとすごいなって毎回思います。手に人は光を知る、怖くても見てゆける、登ればまた歩き出す、ほらもうすぐ夜は明ける、夜大丈夫。ああ、曲数が多い、意外と。とても、もうすぐそこ夜が明ける。カラオケバージョン、ハムちゃんありがとう。宿題というか、まあ自分宿題というか、これをやらなかったら本番できないですよねっていうだからやらなくても、やってもきっと自分の責任だけど、できる、本番できなくてもできても自分の責任ですよって。結構さ、そういうの多くない？なんかなんだろう、そういうさ、自主練じゃないけどさ、自分でやるかやらないか、なんかこの日仕事めっちゃ決まって、この日に絶対やってくださいみたいな仕事ではないけど、この日までにこれを覚えてこなかったら自己責任ですよみたいなことがめっちゃ多い気がする。だから結構ね、苦手。そう、
宿題とかも私前もってやるタイプじゃなかったから。でもアイドルになってこのこういう振り起こしとかなるべく、うん、ちょ前より成長して前々からやるようになってきた気がする。ささありがとう、ありがとう、こちらこそ。そうなので、まあ自分やんなかったら自分が大変なだけなんだよね。でもね、一番ね苦手、こういうもの、こういう作業は、こういう振り起こしが嫌いです。苦手というかオブラートに包めば苦手、はっきり言って嫌いです。振り起こし、え、振り起こし好きな人いるのか、逆にね聞いてみたいな、メンバーにアンケート取りたい。振り起こし好きですかっていうメンバー、え、いるかな、聞いたことないんだけど、いるのかな。あとやっぱさ、ダンス好きなメンバーでもさ振り起こしはさ嫌いですって人いるもんね、きっと。だからダンスが好きと振り起こしっていうのはまた別、まあダンスも別に、うん、得意じゃないし、好きか嫌いで言われたら嫌いよりです。うんうんうん、振りして落ちる頃に誰かと疑いたこと、ただそれだけの話、あなたのすべてが、あ、来た、他のドクターで担当できるか確認しますって。ありがたいです、本当にありがとうございます。すいません、ありがとうございます、申し訳ない、本当にこんな急に、あまり私の針金のせいでごめんなさい、ありがとうございます。この針金だけでもどうにかしていただけたら助かります。よかったん、うん、すごいみんな月のツイートばかり、全部月だ、ツイッターを開けば。まあ私もそんなこと言いつつ写真撮ったんですけどね、月のでもやっぱさ限界があるよね。しかも私の iPhone っていうのはもうあれなんですよ、全然昔の。うん、あの風船からキーが止まれそう、センパーセンラウ。はい。Are you ready? No. Are you ready? 6, 5. Are you ready? 1. So let your heel go all the sun. Go.二人に似ちゃいましょう、そのようにズボン、 Yes Yes パンコーポのレボリューション、 We are 来ます、so、スタンリッシュ全然スタン入ってるじゃん、 Check it out ギリギリの目の鼓動、 Baby なるほいやん、 I love princessどんくらいちゃうくらい 1000% ラーが浮き出てくのろ不思議なフェイ闇の星座を見て紡いで動い太陽スクロールサレッサン歌うでしょ、うん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 、 Yes Yes
人生教科書には We are not the nice studies Jesus time Check it out ほらふらほら二人でセンパーセンラーなんかさほっぺだけ熱いんだけど熱いわけじゃないピンクなんだけどなんですからしさってやつだから伝えたいんだセンパーセンラー強く響くの金座マイブリーハーそして解き放し男気全開オリオン超えて虹より輝く花を咲かせましょうサンデーピース夢を飛ぼうよ列車を空を飛ぼうよレッツゴーねえ最高の時間を旅しませんか愛をだってこの渋場所 We are くじけない愛で Change the star なんでこんなに立ち位置多いんですかねこれ何多いっけすぐに君を抱きしめたいよだって君をマジで守りたいからそれそう夢を歌おうレッツゴー空に歌おうレッツゴー物語にしちゃいましょう未来の地図を Yes Yes 君と描こうレボリューション We areマッションスタンリッシュ愛をチェンザスターせーのテキア今宵はほら二人でセンパーセンラーマジノリノリ山さんアメちゃんありがとう一つだと響けよミュージック変えられる喜びをマキピッピありがとうここに手を取ってマジラブスターアリストアーチェックイットアウトウェルカムようこそレッツスターズ S 待っていた T この瞬間 A 心から R 会いたくて T だから今 O 伝えたい U 歌いたい R 世界の空に S この愛をマジノリノリだから私これも劇場版でも何回こうもってなってることか、うん、いや頑張って押し込めてる吉見さんハムちゃんありがとう裏時朝焼けも青空も夕焼けも暗いニュースもいいねな話題も真っ暗な宇宙に儚く咲く弱い湧きこの星の歌会いたいと願っていた Wow 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 抱きしめたくて Wow 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 この世で Yes yeah 一番急な Yes yeah マジでラブな君にプリンスの名のもと招待さ叫んでみてスタイリッシュスタイリッシュ Here we go 地球丸ごとにラウラウラウ旅立っちゃいましょうここ本気かける愛が止めの地形を get you 今日のラブラウキスよいすよいチューチューない冒険を見たことのない絶景ってやつでベストオブ笑顔へとともに100万回生まれ変わっても君を見つけるよマジラブスターアリシュさんチェキタ感じてミラクルレッツザンさん貼ってありがとうあんちゃんもありがとう、うんうんうん、ねカラオケめっちゃ歌う私もちなみに少しずつ変わるように二人の姿は成長してくうんうんうんと尊く本能だと知る一本うん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  Yes 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 メロディーうんうん
君へとしたい、いい言葉をスタイリッシュスタイリッシュ Here we go イリラインリラダンシリダンフムガー君に祈ってなら込めて意をありがとうだ。ここ好き一番。だまだ伝え足りないごめんね欲張れいつも、こうやってリップグロスみたいな振りがあんのよこれ。マジラブスターリスアーケンケンハーマジラハンツー。ここで音や喋ります。感想やっぱライブバージョンが一番最高だよね。音符ありがとう、アメちゃん。一緒にいても I want you 抱きしてる I need youあとが Yes Yes This Oh Yes Yes 泣けるほど好きだよー、こう泣けるほど好きだよーのもういいよね、とてもここ声はスタイリッシュスタイリッシュ Here we go 一つだと Hey yo music 本気の恋を売るとはない OK love love 言わないで You you を思い出にねえよよ日の人と の可能性を、って忘れて約だよマジラブスターアリスツアーありがとうタンツアーズ。みちおみちおみさんありがとう。あ次に先輩だ。お待たせしました星をよどらえ I was shooting star 4, 3, 2, 1 I get you S I feel you T I miss you A I kiss you O、yeah. I hold you S I hold you Starish forever今ほら溢れてる Give me, give me love, give me なあ、ほんとにさ、レンさん罪だよな。足りない来ましょう2000パラ生まれ変わる恋は爆発ダンスダンス聞こえますほら胸の声サンキュー、おサンキューのレンさんも好きなんです。スタリッシュWell, let's go Since you're gone Can you stop me like シュシュン イースタンライマジで好きだよ Yes, smile, smile 空見るよ。愛せんぱら色はI must look at all in love I see to one let go Dancing down Yeah, happy new show Just a song Only にしよう団地愛を込めて ララ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 ラ ラ立ち位置とりあえず書き終わったけど、なんかあれだわ、入ってないのまた紙聞いてみよう。資料にはあるのかな。
あなた空を見上げ真夏の名を呼んで君はほら一人じゃない手と手をつないで行こう愛しと一緒に2000パー最高ならだけ It's all been you should I like マジで好きだよ何に2000年く前回で2000パー君のことを Love you じゃじゃん Love you 仕事はおつ遅くないお疲れまで遅くまでお疲れおむちゃんありがとうすっごい寒い寒めっちゃ暖かくして、ね、寝るべきだね今日は寒いわおじさんバラありがとうお茶さんまたありがとうあー張り巻きになるさあさんありがとうハート。サカティンレインボーさあありがとう。幸せはないはん。すぎる生きるってことに。なくてスターはどうやって返せばいいだわばかりだねなってもらうばかりで250えぐい即をするね恋も海も濡れて一緒に夢作るってゆくこと気になる針金が取れて針金が気になりますああこちょ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 言うね針金開けた絶対歌うべきじゃないのよすっごい邪魔なもん針金もう歌っちゃうんですよねここが命のあるのところのセシルが歌ってるところでみんながなんかこうやって移動するとこマジで好きなんだけど毎回自分も小刻みに揺れちゃう映画見てるときむっちゃんありがとうバラうん針金マジえぐいとんでもびっくりもう全然サラダ作ったのにもう全然食べれてないもうびっくりですサラダも本当に20人前くらい作っちゃってるんだからさ食べさせて本当にでも針金が邪魔で食べれないんです痛くてワタパチ食べてるのかなってくらい音聞こえるね本当にさそうセミサラダもう気になるうんねえいやもう明日行けるかっていうのは今歯医者さんに聞いています本当にお願いします神様仏様という気持ちですお願いします歯医者さん
この歯が治ってくれなければ幸せ。脂肪燃焼スープをね作ってたんですけど、その配信までに間に合わなかったので途中にしてるわけです。今まだ全部作りきれてないの。今材料を死ぬほど僕いろんなのを切って切って、もう調理人ですかってくらい切って切って切ってってやってたんですけど、でももう歯がこんなんじゃ作ってもね食べれないじゃないですか。どうしてくれんのよって感じね。だから明日行けたら脂肪燃焼スープも作って、もう本当にダイエット飯って感じなんですけどね、どうすればいいっていう気持ちです。どうすればいい、どうしようもない、どうにもならん大騒ぎって感じでね、悩むよね。脂肪燃焼スープ本当は、まあ、配信終わってから作ろうと思ってたんですけど、このもう配信始まる前に終わんなかったから、そうまとめて作るのが効率的だよねって感じで、やっぱこんなんじゃ食べれないじゃないですか。味見もできないから、うん、悩んでる。切るだけ切っとくとか、悩みます、悩んでます。マジラブレボリューション。明日はお仕事と、いやお仕事があるんですけど、そう歯医者、この針金をこれを応急処置してもらえるかどうかを今聞いております。そうで明日がもう最終日なので、その最終日の終わる時間までに脂肪燃焼スープを作って食べたいよねっていう気持ちだから、絶妙なんだよね。その仕事入ってる時間もさ絶妙だからさ、なんかね絶妙なんだよな。てるゆきさんありがとう。てるゆきさんバラ、ラムちゃん入った。そうだから予定も見てって感じでラップが作れそう。ね、できればもう朝一行きたいよね。こんな歯が食べれないじゃん。あと明日さ、明日さレッスン上で自主練したかったんですが無理じゃない時間的にっていう、できんのか、ちょっと本当に練習しなきゃやばいんだけど、このやばいね。じいちゃんハートありがとう。急にマラソン大会に出たい気持ちになった。今小学生の時マラソン大会大嫌いだったんだけど、今唐突にマラソン大会に出たくなりました。うん、たけしさん嬉しい、困ったわ、ありがとう、くさいいありがとう、嬉しい病院ってくれそう、たけしたけしたけしさん、あとで特別特製カードを作ってそこにサイン書いて、終わったのお料理サイン終わった時にありがとう配信します。ありがとう。とりあえずウィーダーで乗り切りますわ。もうさ
かわいそうに、ちょっとめげずに食べてみようかな。しつこいかな。もう食べるなって針金は言ってるけど、お腹は空くよ。私だってあんま食べてないんだから。マジでね、2日前くらいからダイエット始めたって言ったじゃないですか。あ、こっち怖が。きたろう、ありがとう。タコ、うん、うん、すごく食べにくくてイライラします。なんかなんて喋ろうとしたか忘れた。北野さんありがとう。うん、何の話してたっけ。あ、今日全然食べ、あ、そう、3日前くらいからダイエットしてたって言ったじゃないですか。マジで昨日はパスタとか食べたけど今日は食べてない。ダメだ、非常に食べにくい。松田さんもありがとう。今日はね、え、今日何食べたんだろう。逆に言えば食べてないんじゃない。あ、今日はね、沖縄のさ、冷凍のさ、あのほうき干しのカヌレ、カヌレを、あのちっちゃいカヌレなんですけど、それを半分、10粒入ってたか、5粒かな、5粒も入ってたっけ、わかんない、5粒かな、4粒5粒くらい食べて、昼くらい、昼過ぎくらいに、あ、すごい痛い。本当にありがとう。北郎さんもありがとう。ん、それしか食べて、あ、朝は納豆1パック、メカブ1パック。うん、ダイエット、ダイエッター。うん、それだけ。今日プラス夜サラダ作りまして。高低差えぐいでしょ。やるときはやるからね、私マジで。最近やばいと思ってるからマジでやる気だよ私は。アムちゃんとってありがとう。うん、ねえ、頑張ってる。うん、だからサラダくらい美味しく食べさせてっていう気持ちよね。こんな針金にさせられて。うまい。いや、近々撮影とかないんですけど、いや、普通に撮影とかなくてもやばいんですよ今ガチ。賞味7キロくらい太って、本当にね、びっくりちゃんなんです。メリーさん、ほんとありがとう。うん、意識高くないの全然。アイドルって普通日頃から気をつけるのよみんな。でも私はそれができないから、一回自分が身をもって太ってみないと気づけないんですね。だからそう、今身をもって知った。今困ってるよ、大変だねって自分の体に語りかけてます、身をもって。だから頑張ろうねっていう気持ちになって頑張って始めました、ダイエット。あぶあぶって。あ、でも食事プラスちょっとなんか別にそんなめっちゃ運動するとかはないけど、ちょっと気にかける運動もっていう気持ち。だから寝る前にちょっと腹筋をするとか足を上げるとか、本当に気持ちなんだけど、マジで10回くらいで終わるんだけど、
もやらないよりはマシでしょっていう 気で、そういうのもやってます。ちょっと腹筋してみたり、ちょっとこう横にこうやってねじってみたりそんな感じ、うん、針が痛い。うん、何がね、美味しいね。でも今日の針金肉のことね、うん、限界。うんうんうん、でも美味しい、美味しくて痛いのに止まらない。本当に針金の邪魔でグッてやってんだけど出てくる、うん、ドレッシングはかけてないです。マヨネーズと塩コショウで あえてます。やばい、なんかどんどん針金がこう曲がってきてる。食べたらなんで、え、いいこと考えた。ここに、あ、ダメだ、取れちゃった。ここに、ここにこうやってくっつけたけどさ、ないな。あ、ほら、あ、ダメだ。うーん、戻ってくる。戻ってこなくていいのに。ダメだったわ。失敗。いい作戦、いい思いついたのに、いい方法。ダイエット、かわいい、ありがとう、どかわいいかわいい、かわいいとかあったね。こんなにゆっくり食べたことないよ私。これはもうガガガって食べるのが美味しいんじゃん。何かに追われてるってくらい早く食べちゃうんだよね、美味しいと。これめっちゃ美味しいのよこのサラダ、本当にマジで毎回何かに追われてるくらいのスピードで食べてんだけど、こんなゆっくり味わって食べるの、うん、うん、ゆっくり食べてる。やっぱさ、自分ダイエットして始めたからさ、うん、ウインナーをね少なめにしたんです。でもやっぱウインナー美味しい。ウインナーがとウインナーが入ってて、ね、めっちゃ美味しい。
マジでね、本当に食材切りまくって、本当にあのでかいボール2個分くらいあんの、まだサラダだけでもやばくない？ビビるよねそりゃかかるわな、時間って感じ。なんかやっぱさ、一気に作りたくなっちゃうよね。なんか一気にやるならさ、一気に作りたくなんない？どう？そうそうそう、なんかね、お菓子をね、剥くのもあるよね。また針金が、うん、針金、ブルーロックいいよね。うん、でも美味しいです。あー、もういっぱい食べたいのに。なんか右の奥歯で噛むのがいいのか、左の奥歯で噛むのがいいのか、未だに模索中。どっちがいいんだろう。どっちも痛い。あ、折っちゃいそう、怖い。うん、邪魔、本当に邪魔。今だけは、今だけはどっか行ってほしい。サラダ食べてる時だけでいいから。本当に邪魔、うん、みんな本当ありがとう、うん、来た、また、ハリガネが邪魔、やばい、ハリガネが、痛い。おかしくなってる、針金が。え？痛い。ダメだ。こっちのあれもおかしくなってきた。うん、もう、あ、歯医者さんかな。違かった。違かった。ゴブリンと自衛隊ちゃんのグループでした。
ゆきさんありがとう。歯医者さんはね、そう言ったんですよ、上の歯の後ろの針金がめちゃめちゃ取れちゃって邪魔なんですけど、それだけでも明日どうにかならないですかって。一回ね、そのいつもやってくださっている先生がいないので明日は無理ですってなって、でも明日以外の日だと結構まあ仕事仕事仕事で、もう結構先ですってなっちゃって、でもさこれをもう何日かも続けていたら、まずそのライブがあるじゃないですか、善悪みたいなやつのイベント、ライブ、それが絶対やばいよということで、ちょっとこの針金だけでもどうにか、あ、目から糸出てきた、うん、取れた、てるきさんありがとうということで、まあね、確認してもらってるんですよ再び。さあ他のドクターで担当できるか確認します、もう少しお待ちくださいって言ってくれて、まだそこから返信がないのでドキドキって待ってる。さあありがとう、てるきさんもありがとうね、早く行きたい歯医者に、今一番行きたいところ歯医者。え、目かゆくなった、あ、やばい、花粉症が絶対あれ飲んで寝よう、あれぐらかゆいよ。はい、がね邪魔、ね、他の先生もみんな連絡つかないのかな、帰ってこないということは、お願いします。ポーズありがとうね、本当に針金次第でマジで明日大違いだよ、本当に頼むよ。あ、もうやっぱ行く、なんでだろう、なんで、痛いというかその食べるとベロにグッて刺さって痛い、噛むとき、もうお腹減ってるの、うん、ともちゃんありがとう、でもさ思うんだけどゼリーとかもさ、かま、やっぱさ噛んだら満腹感があるっていうのとかもあるじゃん、よく、噛んだ方がさ食べた気になるよね、だから噛みたいの、
タメちゃんありがとう。うん、でもだいぶ減ったよ。うん、シーさんありがとう。やばい、えっちゃん、シーさん、ほんと、たくさんありがとう。うん、うん、みんなおいしい。えっちゃん、ありがとう。かっこいいチーズ褒めたい。無限に食べれる私このサラダ。でもさ、セロリ嫌いな人って多いよね。うん、大好き私セロリ。なくないよ。ええー。もうなんて。ありがね。セロリ何が甘いやつ？嘘。思ったことないんだけど。不思議なの受けるね。ショールームのこの機能もセロリ嫌いなんかな。ピーマンも大好き。うん、うん、嫌いな食べ物は私マジパクチーだけ。口だけは本当にね、美味しいと思えない。ゴーヤーは食べれる。料理によってちょっと苦いなって思う時あるけど、うん、甘く甘いゴーヤーもあるじゃないですか、なんか料理によって。うん、全然好き。好きまではいかないけど普通に食べれる。あ、レバーは好きじゃないけど食べれなくはない。頑張れば。好んで食べない。うん。うん。これがやばい。うん。レバーってさ、噛み切れる？なんか私噛み切れないお肉が苦手なんですけど、あとレバーはなんか噛めば噛むほど味がすごい濃い、濃いというかホルモンか、それは。うん、ホルモンは味は好きなんだけど最初の味だけが好き。もう5口くらい噛んだらマジでなんかもうずっと一生さ口の中にあるから困っちゃう。もうすぐ飲み込んじゃいます。だから噛めないけど、なんか噛み切れないから飲み込むっていう。うん、まあ嫌いじゃない、味は全然好きなんだけど。
うん、ね、レバーも独特だよね、なんか食感も、味もちょっと苦手なの。ちゃんとありがとう。生のイカってイカの塩辛は生イカ大好きで、あのイカの塩辛とかイカになんかさ、つぶつぶのなんかしょっぱい味付けされてるやつとかめっちゃ好き。うん、ふふふ、ちょっと合うよね。あ、ハリオネやばい。あ、待って、まあ、怖いね、ボリって言ったね、ハリがね。大丈夫そう？え？怖っ。クーさん入ってありがとう。大丈夫かな。慎重に食べる。ね、怖っ。やばい、明日マジ大丈夫かな。連絡来ないんですけど。頼む。ん？ん？大丈夫これ。今噛んでるやつ。ちょっと待った、タンマねえ、これってなってるよね。うん、多分大丈夫。え、わかんない、飲み込んじゃった。多分なんかの破片だよね、この針金たちの。なんか食べるとさ、針金が余計今こうなってんのよ、口の中で。でここがベロだとして、こうここに当たってんの、こうここが針金が。でもね、食べるとどんどんもっとこうなってくんの。なんで？なんでなの？嫌がらせ？なんで？めっちゃこうなってくる。これが。火薬が。痛い。本当に痛い。いや、マジで痛い。はあ、おかしいよね。どうしたらいいわけ。見えてる、口開けただけで見えてる。無理。どうしたらいい？歯医者に行けるまで、行くまで行くんだけど、歯医者は
ここにさ、こうやってほら、あ、これ、ははは、見て、ここ、あ、ちょっとしたらこうやってなっちゃうけどさ、ここにグッて差し込んだけど、これ、ここに、こうやって、ここに、ね、ゆいで、ほら、ここにさ、止まっといてくれたらさ、いいんじゃない？歯の間に、こうやって。でも挟まんないけど、すぐ取れちゃいそう。あ、ほら、ダメだわ、失敗。ごちそうさまでした、ありがとう。もう早く明日なんないかな。明日になってもいける可能性はないかもなんだけどね。ね。返信来ない。確かに。とりあえずもう食べるの諦めます。食べると針金がすごく反抗してくるので、仕方なくこれが治ったら早く食べたい。痛いね、あと少しだったのに。ハリガネロンド何食べたいだからといってダイエットをやめるわけにはいかないので、普通にサラダとかヘルシーなものを食べます。何が食べたいっていうより、普通に食べるものをなんかストレスなく普通に食べたい。だからこういう時にさ、やっぱ普通の状態がいかに幸せなのかっていうことを本当に思い知らされますよね。やっぱ普通が一番だよね。普通なのが一番幸せなんだよ。普通でいられることがどれだけ幸せかっていう、今日この頃でした。ギター弾けそう。ハムちゃんありがとう。きたろう、ありがとう。あなたば。まだ来ないんだけど。不安要素その1。
にゃんこさんありがとう。オーケー、なさないで。うん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 、ありがとうね。なんかさ、やっぱ寒いからさ、顔だけがさ赤くなる。寒い、すごい寒い。ザザハートありがとうね。11からあれだもんね。でもさ、11だっけ、待って、 11？ もうすぐじゃん、ご飯特典、特典あれですね、コマフィルム。腹筋しよう、腹筋。腹筋、腹筋、腹筋します。なんかさ、何が一番さ、お腹周りとかに痩せるんだろうね。なんかさ、こうやってよいしょよいしょってさ、こうやってさねじるやつがいいのかさ、普通にもう腹筋がいいのか、何がいいと思います？何が痩せるんだろう。むずくね。よいしょ。待って、これ初見、初めて来た人びっくりする、びっくりする。配信しかしてないの私。むず、どうやったらいいかな。ね、みんな何回やるんだろう。あー、もう疲れた、終わる。こんな感じ、私が運動するって言っても数回やって疲れたらやめる。やらないよりはマシでしょっていう気持ちです。なめちゃん、えっちゃん、ありがとう。針金が気になって仕方ない、このずっと一生。もう来ない、まだ5年で初めて筋トレ配信。確かに、グーさん入ってありがとう。めっちゃ触っちゃう、針金。あ、めっちゃ今いい位置にいる。収まって、あ、ダメだ、出てきた。
もう最悪違う歯医者行こうかな、もうマジで本当に結構辛い、もうこの毎秒1秒1秒も辛い。うん、針金がとんでもない。針金だけでもどうにかしてほしい。足りないな、この染め上の歯に巻きつけるほど長くもない、糸もないし別に困った。なんかいい方法マジないかな、ないか、ないよね。ね、やっぱそうだよね。辛いね。もう今日は早く寝よう。起きてるだけで、もう意識があったら一生この針金をガチャ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 してしまう。寝れるかな。あれ？そうだ、今日も1通目のメール届かなかったんだ。しかも送信ボックスにもまたなかった。送信したのに絶対に。え、じゃあ私がさ、え、夢の話のやつ多分1通目だよね、書いたの。みんな知りませんか？今日届いてないね、私の。もう最近本当にメール送っても届いてないと思ったら、よく見たら送信ボックスにも入ってないの。送ってんのに絶対。もうその私のメールは本当に宇宙にでも飛ばされてしまっているのかって思ってます、本当に。そう、夢の話書いてなかったよね、きっと。1通目に書いたもんだって。本当怖いのね。もう結構さ、1通目結構ちゃんと書いてんだけど、メールアプリのバグじゃない。だってメールアプリのバグ、いや、バグって何、どうやったらなる。マネージャーさんとかとも関係なくて、この携帯のせいなんですけど、絶対に自分のメールボックスに入ってないよ。全部のもう iCloud とかさ、全部の送信済みのフォルダを開いてもそうなくて、そのね、どうだろう、古いからかななんて思ったりもするけど、まあそう、とりあえず1つ目に夢のことも書いたんですよ。そう、また今日また夢をめっちゃ見て、悪夢だったんですね。すっごい寝起き悪かった。寝起き悪いっていうか、その気分が悪かった、寝起きの。また夢見て、毎日マジで見てる最近。そう、でもなんかね、なんでだろうね、なんでこんなに夢見るんだろう、毎日すごい嫌なの。疲れ、疲労感ない、めっちゃ夢毎日見てさ、夢でも起きてる気持ちじゃないけど、ヤクルトで飲んでない、なんで。たまにっていうか、ほんとここ1ヶ月前くらいからずっと毎日、今までそんなに、まあ夢たまに見るけど、ほんとほとんど見なかった今までは。
生きてきて22年間でもここ1ヶ月前くらいから毎日見るってことはマジで生まれて初めてで、1ヶ月間も毎日見ない日はない。でも悪夢も割と多くて、疲れてるかもしれないけど、でも絶対そんな1ヶ月今日から1ヶ月前までの間よりもっと疲れてる日なんて死ぬほどあったはず。本当にねこれが謎すぎて、マジでなんかその専門家みたいな人に聞きたいわ。なんでそんな急に1ヶ月も夢を毎日見るようになったのか。ペイさんありがとう、だからすごいね、毎日嫌だなと思いながら起きるんですけど、うわまた見ちゃったよって思いながら起きるんですけど、でもなんか悪夢見たら現実ではうんいいんだよってさ、まあ言ってくれたじゃんファンの方が。だからそれを信じてなんとか生きてますっていうメールを送ったんです別に届かなくてもよかったかもだけど、そんな内容グーさん入ってありがとう、アメちゃんもとてありがとう。そう、まあそんな感じの内容も1通目に書いてましたっていう話でした。そう、寝てる時寒いんじゃない？まあ寒い時もあれば寒くない時もあるかなっていう感じ。ね、本当せっかく書いたのにっていう気持ちはあるよね、やっぱり。なんかね、悔しい。結構私文章考えるの時間かかるからさ、悔しいよね。もんちゃん本当ありがとう。寝言叫んだりする？いや、しない、ほぼしないと思う。でも怖いみたいな夢見て泣いてたとかたまにある。もう年に3回くらい、多分ほぼ叫んではないけどちょっとは現実世界でも声出てただろうなみたいな、そして怖くて涙本当に出てるみたいな、マジでたまにあるけど、でも別にそんな大してない。あまちゃんありがとう。私寝返り全く、あどうだろう、なんかその夢とか最近見るようになって寝返りは打たないけど、あの左向いたり右向いたり、寝相じゃない、なんだよ、寝方を結構変えるようになったかも。でも私動かないときはマジ動かない。でも寝言は多分言わないタイプかな、どうだろう知らんけど言ってないと思います。ね、携帯新しいのに変えたいけどそんなお金はないです。高いよね携帯って。どこでも寝れる。眠い時はマジどこでも寝れます。あめちゃんありがとうね、返りかそれがなんでだろうね。だからなんかヤクルト戦を飲んでも飲まなくても最近は夢をすごく見るのでね、どうすればいいの。今日は逆に飲んでみようかな。あそう、昨日はしかも寝つきも悪かったの。目つぶってから、昨日かな、それ遅いか、いつだなんか目つぶって2時間くらい寝れなくてみたいな時もあったり最近。
謎ですよね。だろう、ありがとうバラね。また明日も何の夢見たか覚えてたら言うわ。夢は絶対見ると思うんですよ。毎日見てたもん1ヶ月くらい。あめちゃんありがとう。ね、いい夢って、逆にいい夢っていうのは見たことないかも。いい夢はないな。なんか何これみたいな、なんか何これっていう夢か悪い夢どっちか。いい、最高、いい夢っていうのはマジでなかなかない。なんでなんだろうね、謎。夢もちゃんと覚えてる。だからめっちゃ疲れてる気がする。寝てる気がしないもん。だって覚えてんだよ、起きてもちゃんとその夢の内容。頭が動いてるってことじゃん。だってきっとそれって疲れてるすごい。夢を見ることによって寝た気がしないんだよね。すごい、夢の中で夢だ。炭治郎すごい。夢で何度宝くじ当たる、めっちゃ幸せじゃん。何それ、いいな。きたろう、ありがとう花束、嬉しい。いや疲れてるのが、いやそんな気はないよ、もっと疲れてる日あるもん。だって別に今そんな疲れてるかって言われたら別にそんなに疲れてない。ラムちゃんありがとう。でも今日はもう針金で絶対悪夢の予感がする。もう針金で、針金の夢見そう。針金の夢見る絶対。待ってもらうばかりね。痛いわ、うん、ベロでめっちゃ触っちゃう。もうマジで今日秒で寝るね。もう誓う、ここに。でもさ、今寝たらさ、もしもう連絡来てて明日の朝朝一で行けますみたいな連絡来てたらもうどうする？返信来ないってことはもう無理かな。少しお待ちくださいって言って1時間くらい経ってる。無理かな。もう ね、とりあえず何時にじゃあアラームかけときゃ、朝あ連絡朝見ても大丈夫かな。何時にかけとこう。一旦5時とかにかけとこう。ね。
30分ぐらい配信終わるとするじゃん。30分で寝る準備無理か。もう日付変わる前には寝たいから、一旦5時と6時にかけとくね。7時8時にもかけちゃおう7時なかったら4時半にしようとりあえずもう全部1時間単位でかけとこう。じゃあファイトありがとう、キタロウありがとう、ブルースさんもクマありがとう。5時はスルーする。うん、一旦携帯見て、そう、その返信が来てたら返して寝るよ。もちろんその携帯の返信に気づくための5時起きだから。15時に返信は来ないんでは当たり前なんですけど、じゃなくて今私はもうすぐこれ終わってもうすぐ寝たい気持ちなのね。だから多分寝るまでに来なかった場合の話、返信が朝、その例えばじゃあ11時になら行けますって急になったとして、そう、まあ、5時にそれを見とけば行けるから、とりあえず早寝早起きしよう。いう気持ち。これマジで痛い、やばくない？みんなに伝わんないなこれ。やばくない？スピン何もしてないメイク。めっちゃ気になってるの伝わるよね、やっぱり。めっちゃ気になってる、もうびっくりするくらい気になってる。もう気が気じゃない、もう全然配信集中できてないもん。もう気になりすぎて、マジで今日針金配信です。本当にごめんね、どうしても気になっちゃう。でも一回大きい声出さないと気が済まないくらい、気になってます。だからもう寝ちゃえばこっちのもんだから、もう寝たい今すぐに。今日ずっと困り顔、めっちゃ困ってる。あまちゃんありがとう。てるゆきさんもありがとう。お母さんもありがとう。ね、なんかないかな、寝るときにこの針金をガードできるもの、なんかないかな、この針金を保護、なんかないか、ないか、ないね、ないマウスピースないよ。
マウスピースもさ、で自分の歯でかたどってるしさ、その上からさこの針金をつけるバンバンバンってこれやつと針金が入ってるから多分マウスピースも入んないよ。あ、柔らかいマウスピースだったら入んのかな、どうだろう。でも持ってない柔らかいの。確かに。でも自然とね口開いちゃう、このもうずっとベロに当たってるから口閉じてるとベロを奥にしまうか口を開けるしかない、自然とそうなっちゃう。だからどうしたらいいんでしょうね。まあどうにかなるようにきっと。寝たらこっちのもんって思って寝ましょう皆さんも。みんなも。この間大変身。はい、ということでランキングを読みます。もう私は寝ますよ本当に今日は。1位エクサイゼット、ありがとう、嬉しい。2位てるゆきさん、ありがとう。3位たけしさん、ありがとう。4位のぶゆきくん、ありがとう。5位きたろう、ありがとう。6位はめちゃん、ありがとう。7位てるゆき、ありがとう。8位松尾さん、ありがとう。9位おっくん、ありがとう。10位えっちゃん、ありがとう。11位サカディン、ありがとう。12位グーさん、ありがとう。13位シーサー、ありがとう、ありがとうございました。あー明日どうなるか、本当にマジ敗者と敗者次第なところもある、配信のあれも。うん、あと料理も、もう今日はすぐ寝たいんで、あの脂肪燃焼スープ今日作るのは諦めますので、マジ敗者次第ですって感じ。はい、ということでまた明日どうにか なんか分かったらみんなに言います。なのでまた配信もまあどっかではやりたいけど、何時になるかなっていう気持ちです、本当に。うん、まあとりあえず早く寝ます、今日は。またね、ありがとう、おやすみ。マジで針金配信でした、本当にお疲れ様みんな、ありがとう、バイバイ。